マルタメードルの墓ミュンヘン、東部墓地マルタメードルはドイツのオペラ歌手。二つの宮廷歌手の称号の持ち主。アストリッド・バルナイ、ビルギット・ニルソンと彼女は戦後の三代ワーグナー・プリマドンナであった。また、リヒャルト・シュトラウス、エレクトラの最高のクリテム・ネストラと歌われた。ニュルンベルクで生まれる。カトリックではあるが、世俗的な高等女学校である。 イギリス修道会女学校に通い、高校卒業資格を得た。彼女は12年間ピアノのレッスンを受けた。事務員として長く働いた後、地元の講演者のおかげで28歳の時に、故郷で歌を学び始め、戦後に世界の主要な歌手の一人となった。彼女は1943年に、レムシャイトで歌手としての活動を開始し、ヘンゼル、ミニョン、ケルビーの、 カルメンなどの典型的なメゾソプラの役を歌った。第二次大戦の最後の数ヶ月間、彼女は砲弾を打たなければならなかったが、レムシャイトでの契約はまだ有効だったので、戦後すぐに活動を再開することができた。1945年に彼女はラインドイツオペラに移籍し、デュッセルドルフとデュースブルグでカルメンでデビューした。その後、ハンブルグ、ミュンヘン、ローマ、 ミラノ、ウィーン、ブエノスアイレスのテアトロコロン、ニューヨークのメトロポリタンオペラに、相次いで出演した。戦後のバイロイト音楽祭で、彼女は、ドラマティックソプラノの役柄である、トリスタンとイゾルデ・イゾルで、ニーベルングの指輪、ブリュンヒルで、パルジファル・クンドリーに転向し、巧妙な同僚のアストリッド・バルナイ、ビルギット・ニルソンと変わるがわる演じた。1960年代に、 メゾソプラノに戻り、次第に個性的な役柄に洗練し、いわゆる新しい音楽にも積極的に取り組んだ。ハンス・ベルナー・ヘンツェ、ギゼル・ハー・クレーベ、バルター・ハウプト、ビルフリート・ヒラー、アリベルト・ライマンなどの作曲家は、特に彼女の演技力を高く評価していた。百七十八年のガンダース・ハイマー、大聖堂祭で、彼女はフェデリコ・ガルシー・アロル加減作。 アリベルト・ライマン作曲のベルナルダ・アルバの家でタイトルロールを務めた。これにより彼女は1980年に最も優れた女優としてロスリングを受賞した。1988年には劇作家協会の銀の派を受賞し、1999年にはバイエルン・マクシュミリアン科学芸術連盟勲章を受賞している。2001年の初めまで彼女は ザールブリュッケンのザールラント州立劇場、ゼリーボック、アナテブカゴールデとして、デュッセルドルフ、チャイコフスキー、スペードの女王伯爵夫人として、ケルン歌劇場、ウィーン国立歌劇場とマンハイム国立歌劇場で舞台に上がった。2000年の終わりに、彼女のために作曲されたアリベルト・ライマンのオペラ、幽霊・ソナタの新制作版を歌っている。 2001年12月17日、シュトゥットガルトで死去。89歳坊津。彼女の墓は、ミュンヘンの東部墓地にある。インタビューカージョゼフ・カッチ、レオ・リー・モンズ、グロスス・サンガー・リグシコン、3、エヴァイター・タアウフラーゲ、6、バンド、2000、S529、ワルター・ヘルマン、エイドリアン・ホランダー、ラゲンドン・ンウント・スターズでアオペア。 ホンジリー・ウーバーからスビス・ド・ミンゴ・ウント・ナタレ・ブッコ。グラーツ二千七 i s b n 九百七十八から三から七7一一七五七一ゼロ s 四十二コーネリア・ホフマン。キャッテリーナ・マイノル。ドクメンタチオン・デア・プラミラン本・ホン1653ビ九百九十二イン。ハンス・ジート・メイヤー。ユルゲン・シュレイナー。ナショナル・シアター。ダイバイ・エリッシスタッツ・オッパー。ミュンヘン1992。 ISBN3 から765425516ウフルーンガミットマーサ MDL1 デアメトロポリタンオペラインニューヨークウフルーンガミットマーサ MDL バイデンバイロイタフェスツピーランウベハートン MDL マーサーインオステリキシャスムージークリグシコンオンライン2001年5月6日2018年11月2日エツランエインラングスブーネンルバン classic.com 2020年7月19日閲覧ありがとうございます。